はい、こんにちは、ザ・ゲームチャンネル99です。今日ね、ちょっと焦って紹介してるんですけども、ご紹介したいアイテムはこちら。以前ね、ご紹介しました、セブンワンダーズデュエルですね。まあ、これ二人用のね、セブンワンダーなんですけども、これ、ね、非常にね、いいよという話を昔したと思うんですけども、これの拡張セットの、セブンワンダーズデュエルパンテオンですね。これ私ね、実はプレイレポートやなんかでも何度か紹介していて、完全にレビューして終わっていた気になったんですけど、よく見ていたらまだレビューしてないことが気がつきましたので、今日はね、こちら、セブンワンダーズデュエルのパンテオンをね、ご紹介したいと思います。はい、このセブンワンダーズデュエルのパンテオンですけども、全体の、ね、概要は変わってません。こちらありますけども、2人用で10歳以上で30分程度というのは、まあ、全然変わっていないので、純粋にセブンワンダーズデュエルの、まあ、拡張セットということなので、ゲーム全体のね、この何人でプレイできるか、要は3人以上でプレイできるなんていうなったりするわけでもなくて、まあ、プレイ時間もさほど変わりませんよなんていう風な拡張セットになっています。で、最初にですね、私の感想を変えてしまうと、私、セブンワンダーズデュエルズのパンテオンを手に入れてから、これ抜きではもうやったことないです。あんまり二人やらないって言いながら、まあ最近バラバラ実はするんですけども、これなしでのセブンワンダーズデュエルは全然やってないです。もう絶対パンテオンを入れるようになっていて、実はコロナ禍ももう完全私、スカスカで使っていて、こっちのセブンワンダーズデュエル大元の箱も中内箱を完全に捨ててしまって、もう完全に同化して、マニュアルもいる分だけ入れてしまって、もう完全に混ぜ混ぜな状態で使っているぐらい、実はこのパンテオン気に入ってるんですね。これが入って、このセブンワンダーズデュエルすごく面白くなったと思っていますんで、今日はね、その後のね、違いのところをご紹介しようと思います。じゃあまあ早速ね、こちらね、セットアップしていこうと思います。はい、こちらですね、セブンワンダーズデュエルですね、ざっくりとセットアップしてみました。このね、カードゴーのところね、今回説明用なので完全な形では公開してませんけども、まあ、第一世代のやつのね、カードを公開しています。ね、セブンワンダーズデュエルそのものについてはね、セブンワンダーズデュエルのレビューの方のリンクをね、貼っときますね。そちらの方をご覧ください。今回ね、パンテオンね、特注の方だけをご紹介しようと思います。で、パンテオンなんですけども、まあ、ベーシックなところで、いわゆる、まあ、このね、セブンワンダーですね。新しいセブンワンダーのカードが何枚か増えたと。まあ、結構特徴的なの入ってますけどね。これが増えた。とか、この科学トークンですよね。こちらの、この系のね、科学系のね、カードをワンペア揃えたら、ここからもらえるね。ここに5種類出てますけども、これからもらえるやつの、まあ、種類が多的増えたというのはありますし、第3世代になったら使うね、ランダムで入ってくるギルドのね、カードが特殊なのありましたけど、これがごっそり全部抜けて、まあ、違うカードに置き換わってる。これ、まあ、神殿系のカードになったんですけどね、今回神様がテーマになってますからね、そちらのカードにごっそり置き換わったっていうのが、まあ、いわゆる分かりやすい変化になってますね。要は、セブンワンダーのカードは増えた。価格トークの種類は増えた。最初にね、出てくるランダムの5枚のね。で、カードの一部が、まあ、ギルドのカードが差し替わって、神殿系のカードがあったと。いうのはあるんですけども、このゲームを根本的に変えてしまったのがこちらですよね。これね、従来のやつの上にくっつけるんですけど、ここね、神様を置いていくんですね。これ非常に特徴的な、ぴったりここの上にはまるんですけども、これがね、私すごく良くなったと思っているところなんですね。何が良くなったかっていうと、こっちの方のカードのやつでなんか載ってるのがこれ見えると思うんですけど、これが従来なかったやつなんですね。これが新しく増えてる神話トークンってやつなんですけど、私これの動きがものすごい良くなったと感じているんですよね。というのはこれ従来自分の手番が来たら、まあ基本これどっか通るんですね。どこか買っていくんですけども、買ってこれを自分の手元に立てるか、まあ捨てちゃってお金に換えるか、これを使ってセブンワンダーですね、まあ七不思議を立てるかって、まあどれかをしなさいっていうので、まあ基本ここからカードがね、だんだん減っていくんですけども、これがない旧来状態だとここ取りたくないんですよね。ここ取ってしまうと上にかぶさってたやつが全部なくなるので、下のやつがペロッとこうめくれてしまうと。これを次相手に取られるかもしれないので、これをやりたくないなということが非常に動機として私強かったんですね、旧来のセブンワンダーズデュエルの場合は。なので、どうやってこれをめくらないでいくかっていうと、私が取って彼が取って、私が取って彼が取って、ああ僕あそこも絶対めくらされるや、知恵みたいなことがね、結構起きがちだったので、もう先分かっちゃうんですね、こうなってるからね、っていうのが個人的に結構不満だったんですね。で、じゃあこれどうなったかっていうと、ここのやつね、これ出てますけど、これさっきのトークンなんですけども、めくったとこれもらえるようになったんですよ、このトークンが。じゃあたかだかトークンじゃないかって思われるかもしれないですけど、これが実はそうではなくて、これを彼が取った、じゃあこれ私が取った、じゃあこの上に乗ってるトークンは私がもらって、こうなんですね。じゃあこのトークンがどこに効いてくるかっていうと、ここにずらーっと増えてるこれ神様ですね。ここにこれと合致するやつがあるんですよ、必ずね、必ずあって、ここのカードを
もらえるようなんですね。もらえるというか見れるんですけども、このカードを見て、例えばこうやったら12金もらえるとかね、まあ特殊なことがすごい書いてあるんですけども、これを選んで神様をね設置できるんですよ。設置ってどういうことかっていうと、さっき言いましたこれね、上にくっつけるって言ったこのボードですけど、ここのところに 1,2,3,4,5,6 スロット、ここに神様を設置できるね、何ですかね、神殿というかね、ここ台座みたいなものがあるんですよね。ここのところにこうやってガボって設定できるんですよ。こんな風にこれすごいと思うんですけど、こうやって設定してこの神様の能力を発動できることが第二世代以降できるんですね。第一世代はここに神様が登場するフェーズになってるので、ここ次々とこう選んでいって、一人目はこれと、じゃあ次に選んだやつはじゃあここなんていうふうにこう次々と埋まっていくんですね。だからあのトークンを取った人が山札からカードを一定枚数めくって気に入ったやつをここに設定できるんですよ。でこれがまたよくできていて、こちらが自分でこちらが敵軍だとすると自分に近い方が安いんですね。これね、2つ数字が書いてあると思うんですけど、これ数字の向きによってここに置いてるカードは自分が使うときは3金だけど、相手がここを使うときは8金なんですね。逆にここだと相手が使うときは3金だけど自分が使うときは8金なんですね。だからこの神様カードにも強弱があるので、割といらないな私はと思ったやつを相手の方にあげる。そしたらここは埋まるので、自分がね今度安くなるね、どんどん安くなっていくので、ここをどんどん埋めていきたい。いらないのは相手の方に、いるのは自分の方に、こう行ったり来たりしたいんですよね。でこれは当然このスロットの数分しかこのトークンはないので、じゃあ次このトークンを引いたらこの太陽の神様を見て、じゃあどうしようかなと。これ結構ねひどいのもあるんですね。これね、完成したセブンワンダーのねカードぶっ壊すみたいなやつもあったりするんで、それからまあもう一回牽制できて効果が発動できたりしますけども、セブンワンダーね壊されて困っちゃいますよね、後でね。困っちゃうんですけども、こういうのもあったり、まあ、相手からね未建設のセブンワンダーねカード奪えるとか恐ろしいのもあったりするので、じゃあこれこことかね、こことかね、こんな感じで第一世代埋まっていくんですね。だんだんね、同じの同じ種類の神様が出てくるかもしれませんけども、こう埋まってくると。で最後1個は余るので、このね特殊なカードがあって、まあ、これは残り一番上の山札からあとは2倍のコストを払ったら使えるという特殊なさらに神様なんですけども、セブンワンダーパンテオンの最大の特徴はここなんですよね。つまりここの裏返ってるやつを表にしたいっていう動機が非常に乏しかったんですね。だって相手にしかいいことないんですもん基本。だって、ね、ちっともいいことなくって、ここにあるやつを取ってで、ここの神様を選べるんだったらこの神様早く選びたいんですよね。だって神様は自分に幽霊のところ差し込みたいし、自分にいいのを入れたいしっていうのがあるんだけど、何にもないところに、ね、これを取ると、まあ、これがめくれるんですけど、次は相手の手番ですからね、必ずね相手にね選択肢を1個増やすしかないんですよね。これが私非常に不満だったんですよね。なのでこれをそういうとこもあるし、そうでないとこもあるっていうことが混ざっていて、この形ができたことによってどこをどう取るかっていうのはものすごい分かりやすくなったんですね。あ、このトークンいいじゃんとかね。でこのトークンが最初言いました通り第3世代のこれね、第3世代のこの特殊なカードってなんですけど、これを何枚集めたかによって VP が変わってくるんですけども、こいつすごいたくさん資源がいるんですけども、ここの下の方にねこれこのアイコン書いてあって、例えば第3世代のところこいつやったらたまたまこれを持っていればこれ無償でもらえるんですよ。こんなに資源がいるのにっていう第3世代のすごい安売りクーポンもこれが兼ねているので、第1世代のねこれ非常にどこを取るか重要になってくるんですね。もちろんランダム出てくるんで自分の持ってるトークンは全然出てこないかもしれないので、そこはギャンブルのところもありますけども、ここの進み方が非常にそこの点がねスピーディーになったんですね。今度こちら第2世代ですけども、第2世代になると今度どうなるかっていうと、またここにもねちょっとだけねこうトークンがね一部乗っているんですけども、第2世代ですごく違うのは、今までのセブンワンダーデュエルだと最初私言いましたら手番になったらカードをとにかくどっか一箇所取らないかんと、一箇所どっか取ってコストを払って自分のところに建築するか捨ててお金にするか、セブンワンダーのところに差し込んでセブンワンダーを作るかっていうことが必ずしなくちゃいけないので、ここのカードは絶対一個ずつ減っていくんですね。これ困るわけですね。減らしたくないと、相手に取らしたいって時もあるので、そこも旧来のセブンワンダーデュエルだともう一丁駆け引きがあると嬉しいなと思ったんですけども、第2世代からは一つはこっちね、決定された神様のどこかを選んでそこのコストを払って神様を発動することができたらここ減らないんですよ。4つ目の選択肢があって、取って建てる、取って捨ててお金をもらう、取ってセブンワンダー建てる、神様を使うっていうことがあって、お金さえあれば神様の能力を発揮することができてここの盤面が動かない。
こういう選択肢が増えたんで、これ非常に戦略上大事なんですよね。ここのカードを相手に取らしたい、今は取りたくない、なんていうことができてて、第2世代第3世代はここを使うのか、それともこっちなのかっていうこの2択ができて、ここもね散々選んでますからね、何を使うのかいうところが面白い。でさらにここねすごいさっきのね、相手がほど高い、自分のほど安い、こっちから見ればこっちほど安い、こっちほど高いってなっているんですけども、例によってここにちょっとねトークン埋まってると思うんですけども、これは神様の発動コストを安くする専用のクーポン券なんですよね。裏返してるのを表にしたくないっていう動機が当然第二世代にも働くんだけども、2段目のところにはちゃんと安売りクーポンが、もちろんランダムですよ本当はね、安売りクーポンが配布されていて、ここのところについてもカードを取りたい、僕も転した人がねこれくれるんでね、いうところの動機がちゃんとできていて、こちらの第2世代では4つ目の選択肢、神様を使うっていうのプラスちゃんと安売りクーポンを用意されてるっていうのがあって、どう取っているのか、ここをどうしてもこのクーポンを取らしたくないので、めくらないようにあえて神様を使うとかね、もちろん相手も神様を使いますよ、なんだけどお金をいくら持ってるかっていうのをお互いこう見合いながらね調整していくっていうのは非常に面白くできてるんですね。第3世代は基本的にもうトークンはありませんので全然関係ありません。第3世代になってるともう残ってる神様をどう使うか、これ基本的に使い捨てなので使っていくかっていうことと、さっきありました第1世代でねもらっていた神殿トークンがあれば無償でもらえるっていうのは、むしろ建てられるこのカードが何が出てくるか、でこれは1枚なら5、2枚なら12、3枚なら 21VP っていうとんでもない VP をもらえるので、これのね取り合いっていうのもなかなか熱いっていう構成になっております。はい、というわけでですね、セブンワンダーズデュエルパンテンをですねご紹介いたしました。まあですね、細かいねカードとかいろいろ増えたりね、価格トークン増えたりしてることはあるんですけども、途中やっぱり言ってました通り、カードをねめくるっていう動機が薄かったんですね。特に私薄かったんで、何のためにこれめくるのかって言ってね、なるべくめくりたくないですね。だって相手に選択肢を増やすだけですからね、自分の時に増やしてほしいですね。でも2人用なので、しかもカード構成見てるので、引いて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 、あ僕絶対やるんだなとか分かっちゃうんですね。これ非常に嫌だったんですよね。そこに引ける動機があるので、ちょっとやってみようっていうことが加わってくると、ここがねよくできてるんですね。面白くなってると思うんですよね。でしかも神様のところもね、選択した内容によってねすごいね展開が変わってきたりするので、そのあたりが面白くなってると思います。でこれね実は欠点もちゃんとあるんですね、ちゃんとっちも変ですけども、これねせっかくセブンワンダーズデュエルパンテオンなんですけども、これが入ると、これ私綺麗入らなかったんですね。中底を全部、中敷き全部抜いちゃってますけど、中敷きを抜かずに綺麗に収まることができませんでした。どうしてもこうちょっとね浮いちゃったりなんかしてピチャッと収まらなかったので、1個に、ね、こうして運びたいですよね。こうやって2個も持っていくめんどくさいですからね、ちょっと中敷きを抜くかなんかしないとうまく入らない感じでした。中のね内箱をそのうち自分で作ろうかなとか思ってますけども、そういう欠点があります。でもう一個欠点があって、このマニュアルに対してこのセブンワンダーズデュエルのパンテオンはサボンルールだけがねパラッパラッパラッパラ書いてるんですね。で全体結局どうだったっけっていうのを見ようと思ったら、これとこれを見たり来たりしないとね結局よくわからないっていうことがあるので、最初プレイする時にはこれを買ったら元々のデュエルの方をちゃんともう一回読んでみた後にもう一回こっち読んで、なるほどこれとこれはこの絵を使うんだなとかね、これもね全部置いた後このトークンどうなるんだとかね、いうことをちゃんと読み直さないと結構ミスりやすい、表だ裏だとかねいうのがあるので、お気をつけになった方がよろしいと思います。で一応先ほど私ねレビューの中で、ね、バサバサーっと置いてましたけども、レビュー用に、ね、単に置いてるだけなので、コマのね表とか裏とかねきちんとした配置の場所とかは今回はレビュー用でざっくり置いてますんで、必ずねプレイされる時はマニュアルの方を見てね、表とか裏とかどんな風に置くなるとかっていうところの細かいところはこちらのマニュアルの方をぜひぜひご参照ください。はい、というわけでですね、今回ですねセブンワンダーズデュエルパンテンをご紹介いたしました。2人用ね最近ね私ちょこちょこさすがにやるようになってきたかなと思いながらね、やっぱり一番プレイ回数してるのはスターシップカタン、これももうご紹介してますけども、スターシップカタンとこちらセブンワンダーズデュエルのパンテンを入れですね、いうのをよくプレイしてるなと思いましたので、今日はこちらをご紹介いたしました。ザ・ゲームチャンネル99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイドチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですねチャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイドチャンネルの春99でした。